今回は2015年から J リーグに参入し、現在は J2 で戦っているレノファー山口 FC の歴史について紹介します。 J1 の経験こそまだないものの、1年で J3 から J2 への昇格を決めると、その後は降格することなく J2 で戦い続けています。J リーグ参入に向けて母体としたのが、山口の教員で構成されていた山口県サッカー教員団という、他のクラブにはあまりない意外な一面も持ち合わせています。この動画ではレノファの歴史を紐解いていきます。ぜひ最後までご視聴ください。レノファ山口 FC の前身にあたる山口県サッカー教員団は1949年に創設されました。1976年に天皇杯に中国地区の代表として初出場、1980年に県リーグから中国リーグに昇格を果たすと、1982年と1989年には全国地域リーグ決勝大会にも出場。1990年代後半と2000年代前半は県リーグと中国リーグを行ったり来たりしていました。レノファ山口 FC の歴史が大きく動き始めたのは2006年でした。山口県サッカー協会が2月に山口教員団を母体として J リーグ参入を目指すクラブを発足することを発表したのです。4月にレノファ山口 FC を立ち上げました。チーム名のレノファは、英語のリノベーションの頭文字のレノと、ファイト、ファインの頭文字のファを組み合わせた造語です。明治維新とゆかりが深い山口を表すために、英語で維新を意味するリノベーションを使い、戦う、元気といった言葉を合わせました。2006年は中国リーグで4位、2007年は3位に終わりましたが、2008年は無敗で中国リーグ初優勝を果たし、全国地域リーグ決勝大会に出場します。1次ラウンドを突破して決勝ラウンドに進みましたが、4位で日本フットボールリーグ JFL への昇格は逃しました。2009年、2010年と3年連続で全国地域リーグ決勝大会に出場しましたが、1次ラウンドで敗退。2011年と2012年には出場すらできないなど低迷します。2013年は翌年から J3 が始まることを受けて、レノファも積極的な姿勢に出ます。J リーグ準加盟クラブとして承認され、運営母体も NPO 法人から株式会社へと移管。全国社会人サッカー選手権大会で優勝して、全国地域リーグ決勝大会への出場権を獲得しましたが、1次ラウンドで敗退しました。この結果を受けて、J3 入会はなりませんでしたが、並行して申請していた JFL への入会が認められました。2014年から初挑戦となった JFL で戦うために、大卒の選手や J リーグ経験者を補強。指揮官にはアルビレックス新潟でユースの監督をしていた上野信弘が就任しました。当時 J3 だった町田から獲得した岸田和人が得点王となるなど、年間順位は4位に。 J3 の昇格基準の JFL 年間4位以内かつ J リーグ100年構想クラブ内で2位以内、平均観客数が原則2000人以上をクリアして J3 参入が決まりました。J リーグに参入したレノファは、わずか1年で J3 から J2 へ昇格するという躍進を遂げます。2015年、引き続き上野が監督として指揮。選手は前年に JFL 得点王となった岸田が、町田から期限付きで移籍でしたが、完全移籍で獲得し、新潟から期限付き移籍中だった小塚和樹のレンタルを延長。町田からミッドフィルダー、庄司義弘、JFL のベルスパ大分からミッドフィルダー、福光隆樹をいずれも完全移籍で獲得し、これらの選手がこの年の核を担います。J リーグ経験者は少なく、開幕戦のガイナーレ鳥取戦は、スタメンのうち9人が J リーグ初出場というメンバーで挑みました。それでも第2節の J リーグ U22 選抜戦では J リーグ記録タイとなる8対0で圧勝。細かくパスをつなぐ攻撃的なサッカーで勝利を積み重ねていきます。2位との勝ち点を最大で12離すなど首位を独走しました。しかし、シーズン終盤に調子を落とし、2位の町田と勝ち点で並ぶ混戦に持ち込まれます。そして最終節、鳥取を相手に1対2とリードされて窮地に立たされます。後半、アディショナルタイムに劇的ゴールで追いつき、2対2の引き分けで試合終了。2位の町田も引き分けたため、得失点差で上回り、J3 の優勝と J2 昇格を決めました。36試合で96得点と圧倒的な得点力で J3 を制しました。J3 の得点ランキングも、フォワード岸田が32ゴールで得点王となり、トップ下で躍動した福光が19ゴールで2位、島谷康則が16ゴールで3位と上位を独占。この勢いを初挑戦の J2 の舞台へつなげます。初めての J2 でもレノファは攻撃的なスタイルを貫きます。2016年は鳥取からフォワードの核となる中山雅人を、韓国の K リーグからディフェンダーユン・シンヨンを、ヴァンフォーレ甲府や SC 相模原でプレーしたミッドフィルダー三幸秀俊をそれぞれ完全移籍で獲得しました。
シーズン序盤はパスサッカーで J2 初挑戦とは思えないような戦いを見せ、一時は3位まで順位を上げます。しかし徐々に研究もされて対策を講じられると、それを上回ることができず、シーズンが進むにつれて負けが増えていきます。最終的には12位で J2 初年度を終えました。2017年はレノファにとって苦しいシーズンとなります。大量にレギュラーメンバーが他のクラブに引き抜かれてしまったからです。トップ下で攻撃の中心だった福光がセレッソ大阪へ、前年に全42試合に出場したディフェンダー小池龍太が柏レイソルへ、11得点を決めた中山がモンテリオ山形へ、ゴールキーパー市森潤がファジアーノ岡山へ、ボランチの庄司が FC 岐阜へというように、チームの軸だった選手たちが移籍してしまいました。J1 のクラブが J2 のいい選手を引き抜くというのはよくあることですが、この年のレノファーにとっては中心選手の流出はかなりの痛手でした。上野が指揮する4年目のシーズンでしたが、厳しい戦いが続きます。大幅に選手が抜けた中でチーム作りは難しく、15試合を終えた時点で6試合勝ちなしの2勝4分け9敗の20位に沈み、上野は退任しました。6月からアルゼンチン人のカルロス・アルベルト・マジョールが監督に就任しました。マジョールが指揮を取ってからもチーム状態を立て直すのは難しく、下位をさまよいます。シーズン最終盤に2トップに布陣を変えて、最後の3試合を2勝1分けで勝ち点7を獲得、降格圏の21位と勝ち点差わずか1で20位となり、降格は回避しました。それでも戦い方が定まらなかったことから、マジョールは解任となりました。チームを立て直すため、2018年は日本サッカー協会で技術委員長も務めた下田正宏が監督に就任します。補強も湘南ベルマーレから元日本代表ディフェンダーの坪井圭介を完全移籍で獲得、浦和からアンダー世代の日本代表歴もあったフォワードオナイウ・アドを、ドイツのドルトムントでのプレー経験もあるミッドフィルダー丸岡充をセレッソ大阪から期限付き移籍で獲得、4-3-3の攻撃的なサッカーを掲げます。開幕からの3連戦で波に乗ると、9戦無敗などを挟み、前半戦を2位で折り返しました。しかし、このタイミングでチーム2位の10得点を挙げていた小野瀬康介がガンバ大阪へ移籍してしまいます。またも J1 クラブに主力選手を引き抜かれ、レノファー苦しみます。後半戦は得点力の低下とともに守備も乱れ、14試合勝ちなしと低迷、順位も13位まで落としてしまいます。ここで下田はシステムを 3-5-2 へ変える決断をします。守備の安定を重視し、持ち直した結果、J2 で過去最高の8位で終えることができました。2019年は攻撃的スタイルを継続しましたが、課題だった守備はあまり改善されず、15位という昇格にも降格にもあまり関係がない順位で終えます。下田が指揮して3年目の2020年は新型コロナウイルスの影響で異例のシーズンとなります。攻撃的サッカーという志はあるものの、失点が減らず、第2節から13試合連続で複数失点。第28節からは7連敗を含む11試合勝ちなしなど低迷し、結局9勝6分け27敗の最下位となってしまいました。それでも新型コロナウイルスの拡大によるレギュレーション変更で、この年は J2 から J3 への降格がなしということになっていたため、降格は免れました。2021年はレノファーが再起を期す年となりました。ベガルタ仙台を指揮した渡辺進を新監督に迎え、守備の改善に着手します。ヴィッセル神戸からディフェンダー渡辺博文を完全移籍で獲得、前年に平均 1.86 もあった失点を23試合終了時点で1試合平均 1.09 と大幅に改善しました。しかし今度は逆に得点力が伸びずに低迷、15位でシーズンを終えました。2021年のシーズン終盤に渡辺からヘッドコーチだった夏賀義弘へと監督が変わり、2022年も引き続き夏賀が指揮を取りましたが、チーム状況は上向かず16位と低迷する年となりました。2023年もレノファの不振は続き、5月に監督の夏賀と、2013年からゼネラルマネージャーを務めていた石原正康が退任、アルゼンチン人のフアン・エスナイデルが新監督に就任しました。2018年には過去最高の8位とプレーオフ圏内も見えたレノファでしたが、他のクラブの選手の引き抜きから立て直せず低迷してしまっているのが現状です。教員のチームを母体とする珍しい経歴を持つレノファ山口 FC は、1年で J3 から J2 へステップアップしたものの、近年は J2 で下位に低迷してしまっています。上位カテゴリーのクラブに選手を引き抜かれるのは J2 クラブの宿命とも言えますが、それにめげず昇格を狙えるようなチームを作ってほしいですね。いつかレノファーが J1 で戦う姿を見ることができることを期待しましょう。